ゃあ。おはようございます。 OSP プロスタッフの今井です。今日は、晩秋から初冬にかけての霞ヶ浦水系を攻略していきたいと思います。12月はまだまだ、ベイトも追いかけているバスも多いと思いますので、ブレードジグスペック2ハイピッチャーマックスなどを使って、攻略していきたいと思います。必要であれば、カバーの釣りも、打っていきたいと思います。その場合は05タッカードラベビーバーなどを使っていきたいと思います。よろしくお願いします。シャローとシャローガードとちょっと上にあるガレバですね、コンクリートのガレバを狙っているんですけれども、やっぱり寒くなると、ちょっと一段深いところに、バスがいると思うんで、そういったところを、手早く、ブレードジグで探ってます。ですね、今キャットボールなんですけどねぬるっとしながらいましたね、まあ、キャットもいるってことはバスもいるってことで、はい、白をちょっとどうなんかピチャピチャ跳ねてたので、はい、そうですね、ワカサギは、まあ、ドックの周りとか、河口とかは、ワカサギ多く、まあ、釣り人も多いんで、まあ、釣り人を見てこうか、カワハギ、あ、カワハギじゃない、ごめんなさい、ワカサギが釣れてるかどうかっていうのを見て、じゃあこの河口はワカサギ釣れてんだなとか、ドックはワカサギここら辺が多いんだなっていうのは判別できます。当たり目にですね、流し出してみたいと思います。巻き物で使っているルアーが、ハイピッチャーマックスです。で、ウェイトは8分の3オンスを使ってます。で、どこで使うかって言ったら、シャローレンジでゆっくり引きたい時っていうのに、よく使ってます。まあ、ブレードが大きい分、引き手を回ってどこを巻いてるか、前当たりがあるかないかっていうのがはっきり分かるルアーになってます。で、オリジナルのハイピッチャーと比べて、まあ一定層、ゆっくり引けるので、好んでで使ってます。ありますね。ちょっと杭が浅いのかもしれないですね。まあ多分バスですね。まあこれ本当にゆっくり引けて、アピール力高いんで、この時期には特におすすめですね。結果数になってくるとどうしてもバス追う力がなくなってくるので。こういったスローに引けるハイピッチャーマックスがいいと思います。ウェイトは8分の3ですね。朝なんでちょっと表層を意識してるかなと思って、ちょっと軽めな8分の3でやってます。ちょっとここ水深があるブッシュなんで05タッカー使ってちょっと攻めたいと思います。
使っているルアーは05スタッカーです。トレーラーには 3.5 インチのドライブスティックをつけてます。なぜつけてるかって言ったら、コーヒー樹のワームなので、長距離からも、遠くのところからアプローチできます。で、タッカーの一番のいいところは、ブッシュの中で引っかからないことだけど、枝とか、自然物とかをしっかりと感知できて、そこまで誘いができて、それがもう食わせの感じになるとは思っています。冬になると、バスの活性もちょっと若干低くなってくるので、こういったブッシュである程度ロングポーズ、ロングシェイクさせてあげて食わせるのも結構冬には有効だと思います。なるべくこう水深があるブッシュにバスも、つくと思うので、そういったところも狙ってみたらいい状態になると思います。ここは冬になると結構有効なポイントで、ブッシュとかその周りにこうテトラとかがあるので、そういったところにバスがつけやすいので、ブッシュはタッカーとドライブビーバーで、周りをブレードジュースペック2で滑っていきたいと思います。巻物で使っているルアーが、OSP のブレードジュースペック2です。カバー周りでショートピッチングをして、カバーの周りを浅いレンジを引きながら、ブッシュの枝に当てながら、引いてくるような感じで使ってます。でブレードジグと違うところは、地取り幅は少なく、そういった、コミったブッシュのところを自分の思い通りなところに、トレースできるというので、好んで使ってます。ああちょっと可愛いですね。よいしょ、嬉しいです。どんな感じ？今はもう武士に投げて、表層を引いてきたら下から食い上げるような感じで送ってきてみました。でもバイトはすごい、もう今日と比べたら全然バイトがたくさんあって、昨日ですね、はい、なんか全く状況が変わっちゃったような形で、まあ風向きも全然違うんですけど、まあなんでこれから日中水温上がってくるんで、もうちょっと頑張ってやってみたいと思います。だいぶ昨日よりやっぱり水が減ってますね。水が減ると、足にはこういなくなっちゃうんですけど、ブッシュには結構残るんで、そういったところをちょっと釣っていきたいなと。巻かれてる。いや、わかんないです。ちょっと待ってください。はんないんで。ああ、もう魚の感触がないっすね。12月でも日中この時間になればチャンスはあると思います。まあで出ればでかいんで、狙ってみる価値はあると思います。なるべくこう、シェルドが形成されてて、ブッシュの下に、枝とか落ちてるような複合 のブッシュが一番いいとは。あとは、なるべく水深があるようなブッシュ、お気に入りに張り出てるブッシュとかが、
じゃなくてですね、あ、いやいきなり持ってった。すいません、ちょっと油断しましたね。ちょっと危なくて取ってくれました。はい、今回、使用しているのがドライブビーバーです。ドライブビーバーは、私の中ではスイミングが得意な、ワームだったと思ってます。例えば、石積みにカーブホールさせて、バサロアクションで使って、ボトムを、ズルビックとか、ボトムパンピングするとかいった形でよく使ってます。あとはブッシュの中で、レーダーレスダウンショットで、シェイキングとか、スイミングとかでよく使ってます。で、まあ、スリー抜けがいいので、まあ、適切よりもリーダーレースダウンショットの方が、よく使ってます。あー、脱げた。すいません。ドライブビーバー、ビミソブラックで釣りました。そうですね、ちょっと深い側のやっぱり、追いかぶさったらブッシュの本当に浮いてるような真下で、シェイクしてるとコッコって持ってくるような辺りがあって、まあ、ちょっと送って合わせたんですけど、まあ、悔いが浅くてちょっと逃げちゃったんですけれど、はい、まあ、サイズもちょっと小さかったんですけど、食いました。まあまあサイズです。よっしゃー、はい、先ほど釣ったドライブビーバーが、深く、手動バイトだったんで、かかりも下がったんでタッカーに変えて、このフッキングですね。本当タッカーフッキングがいいのでずっとお気に入りで使ってます。で、釣ったパターンは、まあ、先ほどと一緒で、ジャカゴの倒れた、ブッシュの下に、中袖に浮かしてシェイクして混ぜました。はい、今日一日お疲れ様でした。今日は晩秋から初冬にかけての、霞ヶ浦水系を、自分なりにやってみました。参考になればと思います。ぜひ試してみてください。